ウッドバイン競馬場はカナダ・オンタリオ州トロント郊外、レックスデールに位置する競馬場。運営はウッドバインエンターテインメントグループ、カナディアン・インターナショナルをはじめ多数の大競争を開催している。1874年の開設時はトロントの東側に存在しており、1956年6月12日に現在のレックスデールに移設されている。以前に使用されていた 競馬場後は後にグリーンウッド競馬場と名を変えて運営し、1994年にシンウッドバイン競馬場に再統合されている。シンウッドバイン競馬場はスロットマシンが併設されており、それによって賞金の向上が行われている。サラブレットによる平地競争とスタンダードブレットによるつなぎ加速法競争を開催している競馬場で同日に 両者の競争を行う競馬場は北、アメリカ大陸ではここだけである。カナダ3観のクイーンズプレートブリーダーズステークスやカナディアンインターナショナルステークスなどの国際競争を行っている。また、カナダのカナダ競馬名誉の殿堂博物館もこの競馬場に収容されており、カナダの競馬場の中でも特に重要な位置づけをなされている。1976年に開催された。 トロントパラリンピックの開会式会場となった。2015年まではすべてのレーエースが左回りで行われていたが、2016年より、ユーロターンフシリーズと銘打った芝の右回り線を外周コースにて、12月のシーズン閉幕まで40レースほど、施行する。2017年6月28日、ウッドバインエンターテインメントグループは2019年に、 オールウェザーコースの内側にある一周7、8マイルのつなぎが速歩競争用のコースを2つ目の芝コースに改造することを発表した。他、持ち回り性競争の開催地も務めている。つなぎが速歩競争の祭典であるブリーダーズクラウンや1996年にはブリーダーズカップの開催を行っている。北米競馬に右回り線導入スポーツ日本。 2016年6月27日、閲覧 c a n a d a u p g r a d e s n a t a l m a s t a k e s t o g r a d e h t r f c o m 2 0 1 6年8月29日閲覧。ありがとうございます。